音楽。お、もう6月だってさ、そろそろ夏休みの旅行の計画でも立てようぜ。ああ、悪い。俺夏は短期インターンいろいろ行く予定だからパスで。え、インターン？ゆとりは短期インターンとか行かないの？悪い。あの、インターンって何？ああ、そっからか。主に企業が学生を相手に就業体験をさせてくれる場のことだよ。そんなのあるんだ。もともとは夏休みに数週間給料をもらって就業体験するのがインターンって呼ばれてたんだ。おお。だけど、それだと忙しい学生は参加できないだろう。だから最近は無給だけど数日とか1日でも参加できる短期インターンを開催しているところもあるんだよ。そうなんだ。企業の内側とか仕事内容を知ることができるから就職活動の参考にできると思うよ。なるほどな。でも企業の裏側とか仕事内容なんて先輩に聞くとかネットで調べたりすれば分かるんじゃないの？まあそれで知ることもできるね。けどインターンの専攻は就職活動の練習といった意味合いもあるんだ。あ、インターンに専攻なんてあるんだ。エントリーシートやウェブテスト、面接といった就活本番同様の専攻があってね。今のうちから専攻で練習しておけば来年の就活で慌てずに済むんだよ。確かに。特に経団連の企業は6月から夏のインターンのエントリーが解禁だから、とりあえずゆとりも受けてみたら。そっか。でもさ、せっかくの夏休みなんだし、遊んどかないともったいなくない？練習なんて秋以降でも大丈夫でしょ。そういう考え方もあるね。ただインターンには裏の側面もあって、実は採用活動の一環になってることも多いんだ。え、そうなの？企業もインターンを開催するのにたくさんお金を使ってるからね。先輩の話だと採用直結のインターンもあるらしいよ。え、そんなのあるかよ。それだけインターンの段階からしっかり先行してるからね。それに採用枠の少ない企業は内定者のほとんどがインターン参加者なんて企業もあるらしいよ。え、じゃあもうインターン参加しないと無理じゃん。今のうちからしっかり情報収集した方がいいね。そうだな。俺も夏はインターン頑張るか。それから僕のインターン専攻の日々は始まった。はじめは ES の書き方も、ウェブ展の解き方も、面接の答え方もわからず、インターンに落ちてばかりだった。だけど、たくさんの専攻を受け、回数を重ねていくうちに少しずつ慣れてきて、なんとか専攻を通過できるようになってきた。今日から1週間インターンでお世話になるゆとりです。よろしくお願いします。よろしく。1週間頑張ろう。はい。インターンではグループディスカッションから始まり、資料作成、施設見学、社員の方の座談会などを経験できた。またこれらを通じてビジネスの流れや業務イメージ、社風などを知ることもできた。1週間お世話になりました。ありがとうございました。ゆとりくん、よく頑張ってたね。はい。ぜひ今後弊社の選考を受けてほしいから、これからまた連絡するね。あ、はい、ありがとうございます。わあ、6月だったのに内定1個もらえないわ。お前ら就活どんな感じよ？俺は10社から内定もらってホワイト商事に決めたよ。え？俺は5社から内定もらって、その中でもインターンに行ったらホワイトカンパニーに行くことに決めたよ。え？なんでそんな前らうまくいってんの？ブラックはまだしもゆとりまで、なんかこれでもあんのか？だって俺たち、去年の夏からインターンに行ってたから。